50分からですね。1曲目行ってみたいと思います。美空ひばりさんの曲で真っ赤な太陽、萌えちゃんのドラムから、そして秀林のギターから、どうぞ。ありがとうございました。1曲目聴いていただきました、真っ赤な太陽でございました。笹野さんの踊りが見れるかと思ったらちょっと残念でしたね。我々ですね、並木ふれあい祭り、あ、ふれあい祭り in 並木ですね、通称で呼んでおりましたね。おじゃもじゃ祭りじゃん、おじゃもじゃ祭りではありません。第19回を数えました。約20年にわたりこの祭りやらせていただきましたが、その後半最新です、6年7年ぐらいですか、絡ませていただいておりますが、こんなに素敵なお客様ばかりいたのは初めてでございます。ありがとうございます。日本中のですね、商店街がさびれたさびれたと言われる中ね、こんなに人がいるのは並木だけでございます。ありがとうございます。それもこれも会長のおかげってこうされたいんですけど、別に大丈夫です。会長になったから天気がいいです。会長がだいぶ絶好調になってまいりました。そんな感じで2曲目お届けいたしたいと思います。今度はちゃんとした曲、最初がちゃんとしてっちゃうんじゃないですかね。うちのボーカリスト塩見舞子がお届けします、瀬戸の花嫁でございます。
出しました瀬戸の花嫁、ボーカルは塩上舞子、成木四丁目在住、娘司会中そして今ですね、カモメの音、遠くに聞こえましたか？カモメなんだか、ミネコなんだか分かりませんが、クロちゃん、カモメ担当、クロちゃんです。実はあれ、エレキギターですね。え、そんな感じで、ね、お送りしております。さあ、それではです、次はもう一人のボーカル、キヨミちゃんがお届けします。はい、天使の誘惑、その曲をね、お届けしたいと思います。よろしいでしょうか？はい、SL の音が聞こえる、あの曲うちがしか分かりませんけど、ね、やめてほしいです。はい、分かりました。怒られたようなんでやめます。まあそんな方がね、なぜか我々と知り合いになって、なぜか今ここで歌って、そうですね、この西川、そうですね、はるばるやってまいりました。最近東京ツリー、東京スカイツリーの方でお知り合いになって、そうなんです、スカイツリーでね、和菓子売ってますんで、ぜひお買い求めいただきたい。なんだかわかりませんってことだね。もう片っ端から買ってください。はい、そんな感じで。それではドラマが交代いたしまして、今まで叩いてくれたのがですね、地元の萌ちゃん。
見てお分かりの通り最年少でございます。ぶっちぎりでございます。ある人から見れば孫ねえ、サングラスかけてて分かりませんでした。そんな感じでやっております。どうやまず、それでは次の曲お届けしたいと思います。次の曲は虹色の湖という曲です。会話が少ないのは、はい、押してるからです。簡単なことでした。はい、砂に消えた涙、はい、お届けいたしたいと思います。Thank you.
に消えた涙、我々がしくじったのなんて誰も気づいてません。大丈夫です、こんなに優しいお客様めったにいるもんでございます。さすが並木で今日もね、このねお祭りのイベント、もうお祭りのイベントってのおかしいですけど、今日もね初めて並木小学校のブラスバンドが演奏しに来てくれました。びっくりしますね。あら OB がいっぱいいるじゃない。 OB だらけですよ。並木小学校ね、 OB だらけこんな感じですけどね。僕もあの中学校高校とブラスバンドやってたんですが、はい、高校の時より今の小学校の上手いですね驚きました。そう、はい、びっくりしましたね。僕はあの中学校は里中学校で言いました。里がやります。はい、今はやっと川口になれました。なれたやっとなれましたね、はい、そんなところだと思います。まあ今並木三丁目なんですけどね、喋ってないで早く進めたいと思います。次の曲、恋のバカンスなんですけれども、エミリーさんも参加する。はい、今日一日司会で頑張ってくれましたエミリーさんですね。本当はボーカリストであり、ギタリストであり、そしてドラマーであり、で銀行勤務と。はい皆さんも知っている、信用金庫でございます。はい、川口でぜひよろしくお願いいたします。そうね、川口で2番目に有名な信用金庫ですね。そうですね、2番目ちょうどいいですね。それではお送りしたいと思います。ザ・ピーナッツプラス1 誰がまあ、俺はい、そんな感じで恋のバカンスをお届けいたしましょう。追いかけても噛んでますね。さあ、それでは次は最後の曲になってまいりました。
いいんですよ、うちらが短くてどうせ工藤慎太郎ちゃんの、あの前代ですから大丈夫ですよ、はい、ちゃんと割りにしますから大丈夫です。そんなことないって。大丈夫、はい、いい人ですね。はい、優しい人いっぱいですね。ありがとうございます。激痩せブラボー。皆さんやればできます。57キロ減ったそうです。肉が一人分減ったそうですね。消滅、消滅。軽くエミリーは消滅してますね。まあそんな話だと思うかと。さあ次の曲ですが、ジャイちゃん教えて。やる曲は恋の季節でございます。ピンキーとキラーズのあの曲。あ、やっぱね。はい。難しいことはないです。ないです。右手を上に上げてグー、それだけで皆さんピンキー&チラスでございます。これぞ最高人数のドーヤバンド。これだけのバンドメンバー、みんなバンドメンバーですか。これでは右上げ左にグーだけ。こんな感じで楽しく行ってみたいと思います。よろしいでしょうか。一つ忘れてたことがございます。メンバー紹介です。どうでもいいかと思われますが、今後の人間関係に大きなひびが入ります。そう、今日ギターをやってくれました、まだ紹介してない頭かいてるゼンちゃん。はい、昨日も3時くらいまで一緒に飲んでました。今日朝8時半に来るって言ったんですけどね、やっぱり来ませんでした。何だったんですか。本当に並木3丁目在住。そして戻りまして、向こう側のギター、クロちゃん。先ほどカモメの、ね、音なんかも出していただきまして、並木4丁目在住。そしてピアノ、キーボード、鈴木みのり。男は在住、並木小学校出身。そしてその後ろ、その旦那、鈴木真嗣。男号の原住民でございます。この二人こう見えて仇でございます。あ、ごめん、夫婦でした。さあそしてこちら、ひげかかやし。娘が並木町出身。はい、そしてこちら、新井たけしベース。偽物は、偽物は誰だ。誰だ。鳩小屋ジュールザ在住。そしてフロントマン、清美ちゃん。ママちゃん、しょがみまりこ。そしてボーカル司会、しょがみエミリー。姉妹です。はい、この曲で姉妹ですけどね、はい、そしてドラムパーカッション、萌えちゃん。はい、最後に、はい、進行役です。はい、進行役、ハグリ豊か。進行役だったらボーカル叩いてましたから、ボーカルもやります、はい、何でもやります。もちろん並木3丁目。それでは皆様、これからも並木商店街ご愛顧の方よろしくお願いいたします。どうぞ、まず最後の曲です。恋の季節。